ごちそうさまです。ごちそうさまです。なんやねん、浜岡、あいつは。浜岡は、まあ。ちょっとね、あの。よくないよね。いや、よくないよ。やまくなかったっすか、浜岡、最後、びっくりしたんですけど。むかつく、むかつくと。か浜岡がむかついてるよ、あれはちょっと。なんで、俺、くじをさし。浜岡が浜岡にむかついてるやろ、あれはさすがに なんで俺苦情恨んでんねんなんで苦情俺刺しに行くねんって <laughs> まあ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 そこは、まあね、浜岡が恨むでしょう。複雑な心境ですよね浜岡が浜岡を刺したくなるよ <laughs> <laughs> ならないです別にまあでも良かったですよねあの、うん 生きてて本当に生きててよかったですいや運命には逆らえないのかと思ったもんだああまあねそうですねいやまあでもそのよかったですよ運命のルールとかねもうそれはもうどうでもよくもうでもまあ最後まあよかったですけどいや本当にだって浜岡はそれにねなんだろう苦情の運命にな苦情の運命都合の男やな浜岡はまだ西野と同じ思いですよ浜岡は。 浜岡西野と同じ思いじゃないでしょう<ー>どういうことですかだから西野もさ、はい、あのー うぐもりの運命に付き合わされて加害者にさせられたっていうところで言うと他もはまおには石あったよはまおかには悪いないよ西野も落とす意思はなかったからねもうあそうやけどさ浜岡はまあ刺す意思があったでしょ刺す意思があったけどその刺す意思は浜岡の意思じゃないよきっとあれ浜岡の意思やろそれは浜岡の意思じゃないやろだって浜岡だいぶうんでたんでしょだいぶ恨んでるな何があったの半年間のなってそれはそのさ 九条さえいなければというか相良やんか言ったことはお前の父親にお願いしてお前の父親に全部お前の悪事ばらしてもらったっていうことを言ってたじゃないですか。そもそも浜岡は何があったあいつ何が今浜岡ピンチだあんなに困っているあいつ浜岡に起きてることなんで浜岡に起きてること喋らなあかんねや浜岡さえ差しに行かなければ。 浜岡ににてること喋らんで住んでで住の,に <laughs> のまず半年前の浜岡に戻るかじゃ半年前の浜岡に戻ろうかじゃ、ね、半年前はバレちゃったよねでえっ、ー、とーまあだから鵜久森の死があったよねまあ、まあ、っていうのでえっ、ー、とまあ西野とか。 でもまあでもあれは浜岡は悪事は働いてたけど法律的には何も関わってないからまあカメラ仕掛けたっていう盗撮とかそういうところはあるのかなああまあそうかそうかっていうのはあるのかなとは思うんですけどまあだからそこで決定的な悪さはしてないよね悪さしてんねんけどしてるけどあれをそうだねまあそうやけどまああんな乾きのジャケット着るほど の悪さにはならないよね。あんなつくジャケットはフード付きのカーキのジャケット着てナイフ持ってる男にはならんと思うそれではね。半年では。半年ではならんと思うその間には。えとそこから雀荘、えー、の旅に出たよね、うんうん。出ました出ました。何、ねうん、かから姿隠してるっつってなかったそうですね。もうすでにその時にはもう逃げてる感じはしました、ね。誰からいやあれはだから。 まあまあでもあれはでもその時鵜久森のことあったからそのなんかこう巻き込まれるのを嫌で逃げてたんかなでもその後まあ自白というか西野とかがね出頭してっていうのがあって裁判も終えてっていうのはでもうそれが11月でしょそうですねそうなってましたね、うん、でもそこで相良がえとお前の親父になんか全て悪事を言ってもらったみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、ああ親父がバラしたんやな そうやなとんでもない親父やと思いますけどそんなことないやろ浜岡が悪いやろでも <laughs>、まあ、そうやね浜岡が悪い、ねうん、で浜岡が今までやってきたことといったその、まあ、その高校女子高生を使ってその<ー>大人の男それってやってたんかね <laughs> やろうち周目の話やろでもそれっていやそれってえっと一周目の話やけどその江波、うん を、えー、とただターゲットにしただけでその1周目も2周目も、うん、実際やってたんじゃない、うん、他の人使ってっていうところでああ2周目はナミはやってないからね <laughs> そうね2周目ナミやってないけど、うん、えと他の人はっていう他の人使ってみたいなことはあったんじゃないあったんかな、うん、それを親父がバラしたん <laughs> バラしてえっ、ー、とじゃないとっていうぐらいですよねでもやとしてもや、まあ、でも ん柄うん,サガラうんいや矢としてもねでまあそれでね恨んだとしましょうよそれでまあえっ、ー、とちょっとその刑事罰を食らうぐらいのことでもあると思うんですよそうやってねうん、うん、でまあ、えー、誰が悪いんこれ九条佐柄やろなんで九条だろうの <laughs> どうなってんねあいつの思考な半年間で何があって九条 <laughs> と佐柄が入れ替わったとでも思ったのか,か何やねんそれ<命>じゃそれがもう最後ちょっとでもほんまに意味わからんかったわこで そううだからんんなですちょっとその運命とかタイムリープとかに関してはもうそこはもうしゃ、うん、まあしゃあないと思ってるんですけどその、うん、なんでえー、っとうぐもりは亡くなっ たのに苦情はみたいなこととかさもう仕方ないなとは思うんですよそこに関してはうん、うん、ただまあまあそこはね運命を変えたっていうことでしょうはいはいまあそれでいいんですけどうん、うん、その感情の部分だけはほんまにちょっとやめてほしかったなと思いましてそのた <laughs> や,、ね、やめてほしかったやめてほしかったよあのやめれないよ<笑><笑>感情を大事にしてるドラマですかこれはこのドラマやと考察 考察じゃないそう思いますよだから浜岡の感情として相良を恨むのはまだ分かりますようん、うん、だからまあその空白の半年間でまあ本当に大変なことがあってじゃあ相良を刺しに行くは分かりますよそのだから相良を刺しに行ってそれをかばった苦情が刺されたっていう展開のは全然わかるんですけど、うん、あの直で苦情を狙いに行くってなんやねんっていう。 どんなやつやつねお前空白の半年間何があってんって思うやんそれはちょっと <laughs> 直で九条狙いにいくで相良狙っていけよそれはお前の感情としてはそっち素直にさ <laughs> そして九条がかばって展開的に刺されたでいいじゃない <laughs> なんで九条お前さえいなければいなんのよ、うん、お前外でドラマ見てたんかって話じゃないですか <laughs> 空白と捉えるのはよくないけどねそのそうですか,んですか、うん、まあいいう、まあ、彼には彼の。 半年間があったいやだからこっちからしたら空白なのかでもちょっとそこはね彼には彼の半年間があって「空情」ってなったやろうけどその「空情」ってなったことも説明描いてほしいなもうそれやったらでも説明描くの面倒くさいから直で相良行って苦情がかばったらいいやんもうそこ浜岡にそんな興味ないそれぐらいでちょうど落としどこをちゃうのいやまあだからそれはやっぱり運命に引っ張られたんじゃないですかなんすか運命に引っ張られて その運命で死ぬやつ狙うてそして殺せてないって何なんですか <laughs> その運命。<laughs> いや殺せてないってわかんないからねまだねあれ目覚ました同じ日ですから分かんないでだから同じ日やねんなあれちょっとだからまだ安心できひんやんってちょっとみんな制服着てたからね卒業式の日でしょきっとそうですね目覚ましたのは目覚ましたのはねそうですね卒業式のまあそだからあの日ですよねですよね次の日制服着てないやろうからじゃあまあまだ分からんよねいやちょっとまだ分からんやんってなったようなちょっとだけなそのまあでもそれはそのさすがにきれなんか いい感じに終わったからさそこはもう信じたいけどさ、うん、もう何もないっていうのは、うん、どうなんすかねなんかその、うん、そうかなまあ、うん、もうまだわからんかなと思ってるけどなそうですかまだわからん、うん、そうか九がピンチになる、うん、あの後と何回何回運命来てまうねん九条いやだからあの後と浜岡がまだ来るんでしょいやしつこ何 <laughs> 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 であの状況なんてちゃんと捕まってないねしっかり人刺したぞ <laughs> なん <laughs> やあいつ <laughs> まあ一応ね浜岡リターンですか、うん、そうか最低の浜岡 <laughs> まあもう一人いるから浜岡のところには浜岡のところにはもう一人いるってなんですかうんあのー、もう一人仲間恨んでる九条恨んでる仲間がいるじゃないですか浜岡の元には実はあの牛丼のあれ牛丼のやつねあれ苦情はい駆除恨んでるんかなあの牛丼うらんでるやろあれは駆除、うん、浜岡が恨んでるんやから そうね浜岡とあいつの感じは一緒だいぶ違うようにも見えたけどねまあ半年あったらそこはうんできますでててもおかしくないですけ不安そうやったけどちゃんと牛丼に卵買ってきたんだろうなって言われた時すげえ不安そうやったけど捕まった上に卵も忘れたっていう顔してたと思うけどあいつはまあまあだからそういう意味ではね まあ何がわかるかわからないドラマですよこれはい、はい、そうですねいやちょっと浜岡最後、うん、なその浜岡が来てさすのはもうちょっとびっくりたこだわるな浜岡にいや薬状星崎の話しようぜ浜岡の話じゃなくていい加減いや浜岡に書き消されてマジ浜岡のシーンなくてもよかったよもうだから運命に一回打ち勝ってんねんからさまあだからそこは最終的にこうあ<の>まあねそれはだから都合というになっちゃうけどその、はい やっぱりもしかしたら死んじゃうかもしれないっていうのは欲しいじゃないですか最後いやだからそれやったら相良を刺しに来てその相良をかばって刺されたでいいじゃないそっちの感情の整理はできるじゃない何やねんなその直で苦情を狙うっていういやでも結局浜奥からしたらさ序盤から結構ペース崩されたわけじゃないですか結構こういろいろ言われたりとかで憩いの場も荒らされたいや何 結構いの場もあ <laughs> あの荒らされてさだってその失敗もしたよそれ結局始まったのはさいやはい、はい、結局全部うまくいかなかったのはさはい,、はい、いろいろ聞いてたじゃないですか、まあ、先生のが来たせいでいろいろみんな変わってってであっからさ思うん、うん、主にあの、うんえっと、カーキの ジャケット着てる感じ多分金なないやんんんかかあまりカーキのジャケットはちょっと安い気がするなそうでしょで多分これまでは相良とかは結構小遣いもらってたと思うんですよいろいろやってでそれは西野も金持ちってもう一人いるやんっていうか何回かそういうのもあったかもしれないしで多分もうこの半年間もう腹ペコですよ多分全くそういうのないでえっとアプリの方も牛丼もない 小遣いもくれないさがらもしてもいいから食べてってなってるやろうなそうですだから西野もさがらも何の依頼もしてこないもう変わったわね彼らはリアにによってえられてで実際えっとでえっと何ですかねあいつかあの幼染幼馴幼なん誰でしたっけ幼馴染えっとえっと本名えなみえなみえなみもえっとまあ結局使えないと。 で、そののされたも、だからまあいろんなことが考えるとやっぱり九条になんですよ問題の現況はね浜岡からするとそりゃ憎いでしょ。いいいいや、やや、ややややや、ばばななそのの、思考。んんと。よ、よ。浜浜岡、岡。だ描かかかか、か。ら、月もれた前。 まあそうですだからこのドラマのいいとこですよね、そのどんなあの変な人というかさ、共感性低そうな人でも、ちゃんとこう描ききるというか、心情そうなんですよねれがさ、この10は星崎でやってたことなんですよ。そうですねいやだからただのサイコパスでというよりは、その昔のところ一つエピソード言って、だからそっからっていうところとか、なんか共感まではいかんけど、そうですよね、共感ではないかもしれないけど。 それだったらなるほどなというところまでねちゃんと細部までこだわってそこで浜岡にも納得のいやゃ納得いかないだから浜岡に納得いかないよ人間ちゃんと SF の部分は結構いい加減いい加減というか割とねそのまま都合でいったりするところもあるかもしらんけどそれは SF 自体がねもともとわからない部分だからしょうがないよねそういうもんって言われたらそう人間はめちゃくちゃ深く描くのよなと思ってそうですね 結構その共感じゃなくてこう理解していくことでこう人にちょっと優しくなれたりとかそういうのもあるからなんかいいドラマやな優しいなって思う部分あったんですよめっちゃなんかいやそうですよ結構ね最終回なんかこうグッとくるとこはあったと思います、ね、ありましたありましたいやだからそのそれを人間でやるやったら浜岡だけはやらんでほしかった <laughs> 最後マジで浜岡だけやらんで やめてーって思って、その。感情移入してるんだね、浜岡。ね、もうかん、そうやな、あの、浜岡に感情移入してるよ、俺は。やめて,ーって。そうですね。俺を刺さ、さしにか生かす、なら。魚に刺して。刺してってない。それ。感情移入してないよ、それ。感情移入してるよ、浜岡に。<laughs> <laughs> いや本当に <laughs> ちょっとだから本当にじゃないでしょう、うん、いやちょっとだからかだからあのめちゃいいなって思った最終回やったんですけど最後だからマジでその浜岡の行動によりちょっとそのぐさっと刺されましたね、うん、こちらもね一本捉えちゃいましたよ刺さったのその浜岡のね最後のそのシーンのことを当てれなかったからっていうこともあるのかこれ <laughs> いやいやいや <laughs> こう当ててたとしたら <laughs> <laughs> いやだから、相良を差しに来て九条がかばってとかやったらまだわかるけどさ、うん、<その笑>九条を差しに来るんですよって当たったんとしたら <laughs>、そいつこそ、気合うなあ浜岡ですよ、うん、本当に。ベストオブ浜岡をあげたいよ、うん、<laughs> そいつには。<laughs> いるんから当てた人、めちゃくちゃ <laughs> 気になるけどな、ベストオブ浜岡、<laughs> YouTube 上にいるかそそうですかりゃ<ー> SNS 上のどっかにはいるんじゃないですかまあまあどっかにはいるかちょっとねまあちょっとね探してますけ、ね、浜岡志向でまあそのそうで、ん、浜岡が苦情をさしに来たっていうのをあて「落としに来た」でもいいよ「浜岡が最後苦情を落としに来た、ね」ああまあそれでも、ね、はい、はいよね自分が浜岡じゃ絶対そうするよって <laughs> 浜岡のしかも半年あるんでしょ <laughs> 間に半年あるんでしょああもうそれ絶対行くよいろいろ知れるよ苦情に行くよっていう人で、ね、ちょっと喋 <laughs> りたいですけどねちょっとだけねう<ー>もういいよだからもう浜岡の話は浜岡の話はいいよでも星崎は良かったよ、うん、本当にでもあの星崎のことが交じり理解できて、うん、結構その何やろうな、うん、ちょっとそこがこう、うん、メッセージ感もあるなと思いましたけどね そうでも星崎自体が変わったようにはやっぱり見えなかったから変わってない中での光色がついたというところ瞬間的にそれはそうなんかなとは思,思ったんですけどもでも変わったという。 ことははあんまり捉えれなくてだから最後のシーンとかがちょっと謎だったのはちょっとあってはい、はい、だからこれはある意味同じ日にね、うん、えとまた生き返ったってことで「はい、星崎なんかないあるんちゃうか?」って思っちゃいましたけどね怖いと考えたのかああはいはいお最後ねちょっとホラーな感じやな、うん、なんかそれやったら。うん だって星崎はさそ、はい、おそらく最後のシーンで、うん、まあリナが目覚まして「先生先生」って言ってるところに対してはい、はい、あの時は白黒じゃないと白黒やと思うんですよね、うん、あの瞬間は。またうんになってると思うんですよねみんなの「先生先生」ってなってるところに「うん、先生」ってなってるような顔に見えなかったけどなあまた。うん、そうかだからその 星崎のみんなが同じような感情になってる時の顔そのまた別の顔というかさ客観になってる気はしましたけどね。ああなるほどねちょっとだからまだ揺れ動いてるというかそうなるとこのあとやることはまあでも今度の星崎がどうやって死ぬかはまあ難しいんやけどさ浜岡も亡き今あの場において同じ死に方できないからさ。 だけどまあ何かのこうね何かのあとできることあるかもしれないなとはいはいはいまあね、うん、そうかまあこれ三3年後の僕たち輪が出るからね、うん、そのこのドラマ上でどうなったかっていうのはまあそこでそうですね年先がインタビューやろうし最後はそこでわかるのかなというような気はしますけど、うん、まあ一応ね泣いてはいるんですけどね最後あの涙を流してるんだけどほんまかこれっていうのはあるような、うん。うんうん そうかまあほんまなんじゃないのそれはでもほんまな変わった星崎あの落ちの助かったことででも最後までね別に網は掴まなかったわね星崎はみんなが集まってきたところではそうやなだから死にたいみたいな意思はあったやろうしなとは思うんですけどいやだからそうやなこれ分からん人を結構その動機とか今までやってきたことに関して悪い部分っていうことに対して説明がつくじゃないですか うん、であなるほどと理解ができると思うんですけどそのあとに関してはやっぱそれはドラマやからそこはまあしゃあないというか、うん、だからまあ全然その星崎はこれで改心したと考えていいのかなっていう気はしたんですけどね星崎をり、うん、えと解説というか、うん、あの説明して、うん、でそうはな、まあ、改心そ,そうかそうかそのあとはもうちょっとドラマの流れでいき,、うん、いきましょうやみたいなところはちょっとっまあでもそれを 言い出すと浜岡も納得してしてほいよなそれはちょっと浜岡だからそのやったことの行動がちょっと意味わからなす,すぎるから勘弁してくれよっていうことです、ね、その代わり浜岡は感情移入ができるよねあの説明は別として <laughs>、ね、感情移入はしやすいよねまあ,あの誰もがね、うん、あのゆ卵をつけたかっていうのは感,感情を試して、ね、<laughs> そこじゃないそこじゃないそこは確かに感情移入しますそこじゃないですよ最後のとこですよ最後のとこですか最後のとこって。はい 刺いやだから察しに来た時にうんだからもう半年の間にだから説明を一旦抜きにして、うん、えとそこでリナをめちゃくちゃ恨むような出来事はこの半年間の間にあったとするじゃないですか。さもしあったら駆除をおりなさいなければっていう状況が生まれてたとしたらああやって来て刺すのは感情にはしやすいやうん,、うん。はいはい、でそう,いうそういう表情をするんなはい <laughs> そういう表情もしてたし感情入できなくても理解はしやすい感情の理解ねそうねそうだ感情の理解は浜岡の方が星崎よりしやすいのかなって思ったんですけどねまあその半年の間の状況を描れたんでそれこそあなたの言う空白の半年これがこのドラマの一番のテーマかもしれないなんやねんなこの一番絶対違うよ空白の半年ねうん教師でも生徒ないとこれは。 だからこいつどんなやつやねんって、うん、だから興味ないんですよ浜岡に OB や OB 浜岡は<や>、うん、この,学校の浜岡は OB や、うん、ただの OB やだからもうほんまに興味ないんですよ <laughs> 浜岡に関してはただ興味あるこいつどんなやつやねんっていうのを、えー、と理解できるようにあの描くからすぐなんか面白いなって思うんですよね魚とかだから浜岡も描いて欲しかったってこと言ってるのねいやだから浜岡には興味ないから大丈夫なんですよ、うん、<laughs> 浜岡には興味ないから簡単に説明つくところでいこう,ぞっいうこ分かったたかかった分かった相関図にいないから 悔しいんやなこんだけ展開に貢献してんから相関図入れたれよ。浜岡,浜岡が悔しいよそれは。<laughs> ちょっと。まあなんか結局浜岡のことを思っての。 ことですねあなたの言ってることいやまあそれもちょっと一理ありますかねそれはねはい。浜岡のことではありますよマジで浜岡なんなんてほんまに思った水さすなよおいドラマにいろほんまに思ったよドラマの中のやつ浜岡はアドリブちゃうねあれ浜岡アドリブちゃうか今言ったらっていうのあったんちゃうんか浜岡のアドリブちゃうわ浜岡のアドリブとしか考えたくないよちょっと <laughs> いや本当に結構感動してましたよ割とあ、うん、でもう別に運命とかじゃなくてう、ね、もう1回だからもう変えたってことでいいやんとか思ってでも、うん、これでいいやんと思ったら出てきたから <laughs>、うん、せめて下がらに行けよそうかあで守って、うん、でいいやんって思ったけどなほんまに <laughs> いいやんってまあいいくないんでしょそれは そうですか、うんうん、はまあちょっとねままあ、まあ、まあちょっと浜びっくりした浜岡ショックがあった俺はちょっと浜岡サンダーを受けた <laughs> <laughs> 雷直撃浜岡の <laughs> いや、まあ、最終回はね<ー>結構そういうことありますからねそうですね、うん、まあね、うん、いやーそうかいやまあでも面白かったね本当にその めっちゃ面白かったですね面白かったね、うん、浜岡サンダー, <laughs> 岡ンダー浜岡サンダーは面白い違うよ面白いの逆の方ですよ浜岡サンダーワクワクするよ浜 <laughs> 岡サンダーはね <laughs> いやほんま違うドラマにも出てくるんちゃうかなって思うぐらいの展開ややったよ浜岡は <laughs> 浜岡はその全然で関係ないドラマに って出てくるんじゃないかなって思うぐらい <laughs> 出て思出こないよ別に浜岡サンダーでしたよ <laughs> 掃除屋じゃないからね<の>いやここで主人公刺された方がいいっていう時に浜岡出てきそうですよ、うん、今後濱 <laughs> 他の役しかいらないわけじゃない <laughs> うん はいまあ、ちょっとね、まあ、そこはびっくりして、うんはい、でも本当に星崎の話とかはしし、うん、なんかそうやな星崎の感情があそういうことなんやっていうのを考えれてよかったね <laughs> <laughs> まあでもなかなか難しい役やったやね本当にあの<や>まあ青木さんは。浜岡の方浜岡さんの方。うん、青木さんうん青木ゆずさんか。 ねいいやややそそうううろ思よめちゃょっと注目したいっすよね、この人には。そうですね、いやっと注目したいっすよ。ほんのに他のせいな、まじで他の役でっていうのも。だから、めちゃそのキーパーソンになってたし、あの最後のサす以外はほんまにめちゃ、なんやろ、いい感じでしたしね。あの牛丼のとことかね。牛丼のとことか、おお、いいねって思って見てたけど、かまほかを。 そうですね。という最終回でしたよ。安心しましたか、ようやく。安心しましたか、ようやく。何を見てそう思ったんですか、今。何を見てそう思ったんですか。いやいやいや、何を見てないよ。安心したんやろって、ほっとしてるなと思って。いや、不安で仕方ないよ、ちょっと。本当に。パンパースが欲しいですよ。 えー、パンパースですか。<laughs> パンパースでも入ったい。あ、まあまあまあ。もうこうなってきたらしでしょ、ね。は,はい。うん、そうですね。不安で仕方ないですね。まあまあ、はい。はい。うん、というね。いや、ちょっと直後でね。あの、あんまり冷静じゃないような。うん 話ですけどそう偉いね直後感想とはいえまだ整理できてないんやろね理解が追いついてないというかそれもあるかもしれないそうですね浜岡の空白の半年間をちょっと考える整理ができてない部分があるかいやそこ別にいらないっすよ別にいや本んに。なんでこんな7割8割浜岡の話最終回の後にせなあかんね星崎の回やろこれ浜岡の回じゃなくてマジで感想それで埋まったわ最後そのラストん分。 星崎の回やったよ本当にマジでなんでやね良かったよなその星崎がね本当に良かった今日ねねうんそうやなま考察としてはね割と外れましたよねいろいろ考えてたことそうですね。星崎はもちろん当たってるけどさはいはいうんうんそれ以外はねまあ外したことを言い出すとあのそうですね山ほどありますよまあ一個一個言っても知らないですけどはい そんなこと言うんだよまあだからまあ外しちゃったけどまあまあねこれにこれずにさまたそうですね話していきましょうよそこはねそうですね考えることは楽しいですからねそうですねはいそれはいいじゃないということでね皆さんもねぜひあのちょっと拉致が合らないんで浜岡以外のコメントをだけたらなそうですね浜岡のことはもうこれで成仏できたらいいなと思います <laughs> この思い <laughs> この思いですかああこの思いう、ね、もう禁止な次から浜岡のそうやな浜岡の話禁止なちょっとなそれは、うん、お互いそうしようなちょっと冷静にお互いって俺はしてへんやなも <laughs> まあまあだからあなたも俺の話聞きながら、うん、あそうそうそうって思うことも多分多かったと思うんですよでまあそこでね発散できてたと思うんですけど <laughs> まあまあそれはねお互い次あなたから漏れ出る可能性もあると思うからまあそれ禁止にすよよね <laughs> そうか。はい。あん時はバランス見てたけど、俺の方が浜岡許されへんわって言ってるんですよ。っていうこと言い出すの厳しい。それは言わないですか。今回今回綺ですか、浜岡の。今回き麗ですか。そうですね。なるほど。浜岡のだからあの描写以外は全然いいと思いますけど、話すのはね。ああ、なるほど。でも今回それぐらいしか出てきてないわな、10割。そうやね。今回そう出てきてないね。そうですね。まあでも最終的に生きてるんすかね、ほんまにこれ。 僕生きてるんじゃない,いや、うん、生きてるかちょっと微妙やなと思いましたけどねやっぱ最終回こうでまああのフ u のやつで分かるんでしょうけどねあまあそうですねまあ前半多分来週後半で分かるんじゃないですかそうやな、ね、いやまあ YouTube も3年後の僕たちでも分かるでしょうし、うんうん、まあまあそうか分かるでしょうしういやそしてえー、っとそ、うん、やなあの死なす意味あるんかなという。 いう気もしますけどね。まあまあ運命の方を大事にするっていうそれは浜岡に習ってますから僕はなんだそれうんだしまああれですあと X の方のね限定動画も楽しみですよねあそうですね。はい。空白の半年間もねはいはいそれも楽しみね空白の半年間もねはいみで楽しみ楽しみに見ていきたいですねあるんですかそんなないよあるわけないですそんないやいやいや禁止やっつってるやろ浜岡の話はい。金輪際ねはい 何か文句言ってるみたいやんこんな浜岡のことばっかり言っていやめちゃ面白かった面白かったよめちゃくちゃ面白かったよ面白かったでしょそこに関してだけでも衝撃やったってことはでも言いたかったのよサンダースの浜岡サンダーかりますけどそれははいちょっとびっくりしたはいうんまあでもそういうことも含めてのねドラマの楽しさってありますからねはいはいそうですねそれははいということでね はい,はい、まあ、えっ、ー、とはい。ちょっと皆さんからのコメントをはいたくさんお待ちしてますので。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。